イスラエル・リガルディは20世紀アメリカのオカルティスト、儀式魔術師である。1930年代頃からフランシスを名乗り、フランシス・イスラエル・リガルディ博士とも称される。1907年、イズレール・レガディとしてロンドンに生まれる。両親は貧しいロシア系ユダヤ民であった。第一次世界大戦中、兄が軍へ入隊する際に、事務処理のミスで生が、 リガルディ、英語読みで、レガーディ、フランス語読みでリガルディと名簿に記され、その家族も何らかの理由で同じレガーディに改名した。1921年、一家はアメリカに移住した。1928年、アレースター・クローリーに弟子入りするため、フランスに渡り、パリに滞在中のクローリーの無給秘書を務めた。4年後の1932年に、生命の木を出版し、 これが元で、クローリーと決別した。1934年、ディオンフォーチュンの紹介で黄金の夜明け団文化、赤の星に参入した。1937年から1940年に、かけて黄金の夜明け全4巻を出版し、これによって黄金の夜明け団の日技が公開されることとなった。1937年に、アメリカに帰国し、 ニューヨークでカイロプラクティックを学んだ。第二次世界大戦従軍後、心理学の学理を取得。1947年にロサンゼルスに移住し、カイロプラクター研心理療法士として開業した。ビルヘルム・ライヒなどとも付き合いがあった。晩年はアリゾナ州に住み、カリフォルニア州の新しい世代の魔術師たちと交流した。ありがとうございます。